はい、そういったわけでございまして、ギターフロンティアへようこそ。さあ本日はですね、ヘッドウェイなんですね、 HJ の35で、こちらは国産のシリーズではなくて、アジア製のシリーズです。正直ね、お手軽なお値段なんです。ユニバーサルシリーズ、型番が HJ の35、定価が税込みですと38,500円です。まあ、正直そんな高級ギターではないんですが、実はね、今日面白いです。もう面白いというかね、まずこれ結構ねお金かけてるんです。まずペグ5等のいいやつついてます。これたまたまなんですけど、これ入荷した時にこのギター、標準のペグがちょっと一箇所ね、調子悪かったんですよ。これ直んないなってことで、じゃあ、全部交換しようってことで、たまたま在庫でほぼ新品の、5等のいいペグがあったんで、付け替えてみたわけですよ。な、雰囲気も合うかなと思って、ゴールドのボディに。そうしたら、これ前からね、ちょっと薄々気がついてたんですけど、ペグってね、いいのに交換すると、もちろんチューニングの安定度が増すってのと、音良くなるんですよ。で、なんとなく僕、自分の体感だけなんで、まあ、根拠もない話はあんまできないのかなと思って、でも変えてみたら、もう明らかに音が良くなるんで、一生懸命ちょっと検索してみたら、同じようなことを言ってる方いっぱいいて、まあ、YouTube でも、普通の記事でも、ブログでも、そういうことを言ってる方多いですね。いわく、やっぱり、重くなる、その重さもなんか音に重要、ね、影響があるみたいですし、とにかくね、まあ、とにかく聞いてください。めちゃくちゃ音が。で、今回つくづく思ったんだけど、最初からね、最初のペグの時の音と、変えてからの音を検証すればよかった。だから、いつかね、チャンスがあったら、そういう、また交換しなきゃいけないっていうものがあったら、そういった動画も撮ってみますね。それからね、本来このモデルは、純正だと、薄いソフトケースなんですよ、純正が。でも今日せっかくこれだけもう豪華なペグもついたし、音もとにかくね、信じられないぐらい良くなったんです。で、たまたま在庫で探したらいいセミハードケースがありました、ヤマハの純正の。これもまためちゃくちゃ状態がいいんですよ。ですから、このセミハードケースもつくし、5等のめちゃくちゃ高級なペグもつくし、音もいいし、状態もいいということで、今日最後まで見てください。よろしくお願いします。それではね、まずは全体のね、ボディの細かい傷とかもありますので、こちらのカメラでどうぞ。はい、それでは細かいところを見ていきましょう。まずは膝の上に置いてボディトップ、はい、こんな感じです。全体的にね、状態はいいです。ピックガードも綺麗で、そんな擦り傷ないんですよね。黒なので小さな擦り傷はところどころにありますけど、目立つ、打痕っていうのはないですね。ほんと擦り傷、ここにうっすら、わかんないか。うん、ここ。あ、わかんないな。ほとんど気がつかないと思います。はい、こんな感じです。フレットもね、どうだなぁ。そんな減ってない。まあ、8割ぐらい残ってると思います。はい。ローズウッド指板も綺麗です。そんなに使ってなかったと思います、このギターそのものは。さあ、そしてヘッド。ね、ロゴも綺麗。そしてこの、5等のゴールドのペグ、非常に状態です。もうほぼほぼ新品のペグだったんですよ。ほぼほぼ使ってなかったやつ、ちょっと後ろにしてみますね。ほら、ちょっとピント合うかな。ほら、ね、綺麗でしょう。状態です。このね、トルク感が非常に、ペグってね、やっぱいいやつ、本当に使ってて使い心地がいい。なんか安心感がある、チューニングしててね、いいですね、これ。はい、ネックの後ろも綺麗ですよ。傷ない。はい、ここストロピン後付け追加されてます。これせっかくだからね、これせっかくゴールドのペグにしたので、ここも本当はゴールドに変えたかったんですけど、ごめんなさい、ちょうど在庫がありませんでした、ゴールドは。はい、後ろここにね、ちょっと傷があるな。ここ白いなんかついてる、磨いたんですけど、ここだけ取れなかったです。あと細かい擦り傷は若干ありますけど、真っ黒なのであんまり目立たないですね。わかります？もうほとんどこれ、ほら、鏡になっちゃってるもんね。こうしたらいいか。わかんないな、でも。でもそんな、ここだけです、傷は。はい、サイド。サイドも綺麗です。うん。ちょっと光の関係でわかんないと思いますけど、僕を信じてください。ほとんど傷ないです、サイドは。はい。
やってみます、ね、どうですか、かっこいいでしょ、ゴールドのペグはやっぱり、やっぱ黒には合うね、ゴールドパーツ似合います。さあそしてこちらですよ、セミハードケース、これヤマハの純正品なんですよね、しっかりしてます、でしっかりしてるけど軽い、ね、でもクッション性もあって、これ背中にも添えて、これはいいです。今ね、なんだかんってハードケースよりもこっちの方が現実的には、僕も普段使うときこういうの使って移動しますし、やっぱりこれが一番いいのかななんて思います。ということで、ヘッドウェイ HJ35 後藤のペグとこのヤマハのセミハードケース付きが嬉しいです。よろしくお願いします。はい、いかがでしょうか。もう全体的にもね、すごく程度いいですよね、綺麗です。そしてこのペグももうほぼほぼ見た目新品ですからね、状態いいです。さあじゃあ現行です。弦はいつものようにエリクサーのカスタムライトです。6弦12フレット上で 2.2 だな、もう低いナット幅約ですけど42です。握りグリップはね、薄めの U シェイプですね。はい、じゃあ早速音いきましょうか、開放弦で、ねえ、どう？僕ね、あの正直、まあ、ヘッドウェイさんほらいっぱい売ってきてましたから、このシリーズも HJ35 正直やっぱペグの交換の効果あります。やっぱ全然音が違います、はっきり言って。何本持ってきたけど分かる、サンドル真上ロー、いやいや、あの音抜けもいいし低音も強いような気がするな。これペグ交換して弦交換して弾いて最初ね、ポロンと弾いた時びっくりしました、もう本当に、え、こんな違うんだと思って、っていうのは皆さんのネットで検索してみてください。最初も言いましたように、いろんな方が YouTube でもそうですし、あの検証動画的なのをやってますね。あのアコギじゃなくてエレキでやってる方もいっぱいいます。皆さんやっぱり口を揃えて確実に変わると言ってますね。あの本当に、ね、僕あのいつも言うんですけど、まあ、お手軽のね、この、まあ、はっきり言って入門シリーズって各社出してるじゃないですか、あのアジア製のやつ、まあ、決して悪くないんですよ、音も。やっぱりね、工作機器の向上なのか、もう作りも良くなってるんですよ、昔に比べたら。ただやっぱり安いやつってペグがやっぱり金属パーツがやっぱりどうしても微妙なの使ってるんで、ペグ交換すると結構使えるよって僕いつも言うんですけど、ペグもね、あの例えばこの後藤だったらネットなんかでやっぱり1万以下で8000円ぐらいで買えるのかな、安いのだと。まあ、ちょっといいとやっぱり1万ちょっとしますけど、それぐらいかけても価値あると思う。めちゃくちゃいいです。今回ね、ちょっと、でもびっくりなんですよ。目から鱗っていうか。ですから皆さん、お持ちのギターで、なんか最近チューニングがあんな感じしないなとか、まあもちろんチューニングの安定の問題っていうのはペグだけではないんですよ。もちろんナットとかいろんな要素もあるんだけども、あとそれプラス、なんかちょっと音、ちょっと、なんかちょっと、ま、納得いかないなって方で、ギター変えたいな、でもそこまで予算ないなって方、もしね、1万くらいはあるんだって言ったら変えてみるのもありかもしれないね。いや今日はね、このギターのもちろん、もうこれももちろんやっぱりね、いいんですよ、もちろんもちろんこの HJ35 もいいんだけど、今日はこのペグ交換による効果っていうのを皆さんにお伝えしたいっていうのが一つのね、テーマなんです。さあもう一回ストロークで、まあ、パッと見ギブソンでしょ、澄んだ感じがやっぱりペグのこの、素晴らしい。さあ
されたお値段なんですけども、こちら、定価ですと税込みが38,500円なんですけども、これだけの状態のいい5等のペグもつきます。そしてこちらのセミハードケース、これも買うとね、まあ、山ですからちゃんとしたブランド品だとも1万以上しますからね、それが全部つきまして、なんとお値段が税込みで29,800円です。これはね、ちょっと初心者の方、ちょっともうちょっといいの欲しいって方と、これから始めたいって方もいいでしょう。ぜひご検討してみてください。これ今日ね、本当おすすめ。この、全然これでいいわ。これでいいわって言い方してんだけど、いや全然使える。いやめっちゃほら、低音もいいし、やばいなこれ。なんかリブソンもいいけど高いからね。お問い合わせお待ちしております。ということで、今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。